またそれが叶うから、まあやってごらんなさいってことですよ。この公安苦境の直接の理由として、まあその日刊商人が仰せの公安元年に大商人様のご内証が苦境されたんだというその直接的な理由として、日刊商人は大商人様が、ご本尊三門を仏滅後2234年と公安元年より書き始められたことのみを述べられているゆえに、それが公安元年以降本会苦境の意味であるとの結論を示されているにもかかわらず、これを船舶に見過ごした他門の謝れる者たちによって、2234年とあるご本尊の方が24年のご本尊より優れており苦境しているという主張のように間違って取られております。これも知っとくべきですね。我々がこれから釈伏をしていく中で、必ず多種多聞がそうやって邪難をしてくる。で、海南のご本尊様はまさに仏滅後2224年になってるんですね。そこがこの多聞は、だから海南のご本尊はその布教された大聖人のご本願ではないと、こういうふうに邪難してくるわけです。まあ、誠にもって、でその俺たちはこういうこと知らないと、うっと一瞬ひるまざるを得ないわけですよ。だから知っとけば、一度聞いとけば、いつかそうって言われた時に、どっかでやったなっつって勉強しますから。それはどういうことかっていうと、これについて少々明確な義を申し上げれば、この24年と34年の違いは、宗祖の基本的な仏滅算定年代より、これ難しくおっしゃってますけど、さっき言ってることですよ。大聖人様は公安元年を仏滅後2224年と計算されていましたということですね。で、ご本尊建発の時期について特別な算定を用いられ、ある意義を感じられた表示なのであります。そうなんです。大聖人様のご内証でなぜ34年という言葉を申し上げお書きになられたかというと、ここに人人の深いこのご僧伝に基づく意義があるんだということですね。で、したがって、ゆえにあくまで表示そのものにとらわれてはなりません。34年の方がその優れてるというふうに思っちゃいけませんよと。大切なのは大聖人御祁答の時期に基づく内容である。やはりこの公安元年というのが大事なんだって言うんですね。で、したがってこれに関して日光聖人以下の歴代の本尊諸者の意義理由は別にありますが、大聖人のご本尊については、つまり歴代ご聖人のご本尊は仏滅後34年とあったり24年とあったりすることはまた別の意味だって言うんですね。これは分かりません。ここの時に おっしゃってないんで。ただ大聖人ご神筆のご本尊に関して言えばってことですね。表示である24年と34年について勝列があるというごときは、個々の本尊における仏滅三門の表示のみにとらわれた大変な誤りであります。ゆえに結論は、日刊聖人が公安以降 本会苦境と言われるのは正しいのであります。まあ、これはもう、その通り取ってください。だから多聞で、その理由としてね、その理由として、言えることは、実はその2234年と2224年だけじゃないんですよ。公安以前のご本尊と公安元年以降のご本尊ではっきり変わるところが、なので多聞はそういうことも知らないで、24年と34年だけを捕まえて34年の方が深いに決まってんじゃないかとこう言ってくるから、それは日見聖人のこういうご指南からして、後でまあ今日喋れるかどうか分かりませんけど、2点3点に違いがあるんです。まあ一つはもう言っちゃいましょう、ご花王の姿が変わるってことですね。公安元年以降と公安元年前では、この我々のご本尊はご花王は廃すことができません。歴代ご聖人ですから。でも大聖人のご神筆ご本尊には必ずこのご花王が日蓮っていうお名前のところに貼らせられるんですね。我々が唯一廃すことができるのは海南のご本尊様ですよ。目の当たりに廃すことができる。それ以外のご本尊でご神筆っていうのは我々なかなか生やすことできませんからね。で、公安元年とに大きくその前とその後でお姿が変化してくる。で、もう一つは、一番上 の座牌のところに、公安元年以前には、粉塵三体諸仏っていう粉塵三体のこの仏様のお名前が入ってたんです。それと善徳仏っていうね、この2つが公安元年以降なくなるんですね。
でこれはどういう意味かっていうことも芸官がまあおっしゃってますけども、一応それだけ頭に入れておけば、多聞がその24年と34年で蛇難をしてきた時に、あんたそれしか知らないのと、実は弘安元年以降布教されたっていう証拠は他にもあるんだよっていうふうに返せるってことです。まあどうせ忘れるでしょうけどもまあ俺もどうせこれね忘れるんですよ。でも一回聞いとくとね、これが仏法って不思議でね、一回聞いとくとね、そういういざ法論とかいざそういう釈迦になった時にね、ふっと出てくるんです、しっかり招待してると。これがね、仏菩薩にこの五感をされる時がされるんですよ。自分の脳みそはすっかり忘れてんだけどね、その仏菩薩がこの下り降りてこういうふうにね出てくるんだよね。これは今まで何度も体験してますよ。でうちへ帰ってきて、あの時にあんなこと言い切っちゃったけど本当に合ってたっけなっていろいろ検索すると、案外合ってるんですよ。大きく狂ってない。ディテールは若干ね違ってもね、そういうことは法華経にも書かれるんですね。我々が恐れずにこの末法でこの妙法蓮華経を広めていって広めていきなさいと、必ずやその仏がその身の内に入って我々のこの、口となって代わりにこの法門を解いてくれるっていうような意味のことがね法華経にあるんですよ。本当にね、そんなね、こんなバカなことがっていうことがね本当にあるんですよ。だ今の科学ではまだ科学自体が未布教ですから、未完全なんですからね。だから科学が絶対だなと思うこと自体が愚かなんであって、科学が解明できないような宇宙の神秘っていうのはいくらでもある。だからこのご本尊様に南無妙法蓮華経って唱えて願いが叶うっていうことはさ、科学的にだってどうにもこれ証明はできないわけですけども、今の科学ではね。でも皆さんそれ感じてるわけじゃないですか。